皆様こんにちは、山芋です。今日はちょっと急ぎ目に動画を作りたいと思います。現在レアキノコがすげー生えてます。これですね。でこれめっちゃいい。で課金の人は変な限定パック1500コインのやつを買うより、もうキノコのチケットをたくさん買って、もう大きなレアキノコなんてね、スペシャルエキスが2個もらえますから、そこにもう課金をしまくった方がお得です。なのでこっちに課金一択でいいと思います。で無課金の方、都会の無課金の方はもう大きなレアキノコ見つけたら花咲かさなくて突撃しても、後から課金の人がいっぱい入ってくるから大丈夫です。ただ普通のレアキノコは人気がなくなるので、大きいのをみんな課金勢狙っていくから、普通のレアキノコはお花は咲かせてほしい。で田舎の方、田舎の方は時間がなくてもお花を咲かせてレアキノコに入っててください。そしたら通りすがりの素敵な花咲かせ達人とかがやってきて手伝ってくれるかもしれない。今日3回言ったけども、君のために課金をするよってやってくれるかもしれない。なので田舎と都会でちょっと遊び方が違いますけども、この楽しいキノコ祭り皆さん楽しみましょう。で今日は私はこれがやりたいんですよ。ウェルカムパック、どこ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 、はい、これもうかわいい。値段320円買います。300コインついて T シャツも、こんなもサービスじゃないですか、もうほぼただ無料、無料ではないけど買いました。ちょ期待押しまくっちゃった。バグったキャンセルしたらいいの。あ、なんでピックアップないのよ。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。これ売ってください。札幌ツアーの時に売ってください。私チケット当たってるのかな、ちょっとそれもわかんないけど、これめっちゃいいやん。これ全然私これ着て歩きますけどね。とりあえず課金勢の方は大きなレアキノコを見つけたらもう課金した方が絶対得だと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。このパックはもう全員買った方がいいと思います。ただちょっと現金だとね、ちょっとあのハードルが高くなるので、ただね学生の方とかはちょっと大変かもしれないんですけども、いやマジでこれ欲しい。またレアキノコどれだけ入ったかとか動画にしたいと思います。今日はね息子としめじがね旅行に行っているのと、男同士のね親子旅行に行ってるのとで、ちょっと娘と2人なので、あまり動画に時間をね割くことができなくて、ちょっと猛ダッシュ動画になります。あと私の足の裏にまつげみたいなのがのめり込んでて、なんかもう自分で取れないから、ちょっと今から皮膚科にもちょっと行きたいんですよね。もう何ですかね、足の裏に毛が刺さるってあります？いや初めての経験だ。でも調べたら何人かいるんですよね。やっぱ世の中広いから同じような変なことになってる人って存在するんですね。ネット社会でちょっと良かったなと思いました。あの自分だけかと思ってた。ご視聴ありがとうございました。